ルドルフルートビヒメスバウアーはドイツの物理学者である。メスバウアー効果の発見者として知られる。ミュンヘンに生まれ、1948年にミュンヘンパーの高校でアビトゥア資格を得た。メスバウアーはドイツ博物館を訪れたことで物理学に興味を持ったと語っており、その道に進んで1955年に学業、取得した。 1955年から1957年まで、ハイデルベルクのマックス・プランク医学研究所で、博士課程の学生として研究を行い、イリジウム191におけるガンマ線の各共鳴傾向と題する博士論文を発表した。この時発見した原子核による X 線の共鳴吸収現象は、いわゆるメスバウアー効果として知られる。1958年に、 ミュンヘン工科大学のハインツマイヤー・ライプニッツによる高等試験を経て卒業した。また、この年にメスバウアー効果を直接示す実験的証拠を得ることにも成功している。1960年からカリフォルニア工科大学で研究を始め、1961年にはガンマ線の共鳴吸収についての研究、及びそれに関連する効果の発見の功績により、 ロバート・ホフスタッターと共にノーベル物理学賞を受賞した。1964年に正教授としてミュンヘン工科大学へ戻った。1972年から1977年まで中性子発生装置を有するフランスグルノーブルのラウエランジュワン研究所の所長を務めた。その後、再びカリフォルニア工科大学に戻り、 1997年に名誉教授となった。NASA の火星探査機スピリットとオポチュニティには鉄化合物などの分析用の小型のメスバウアー分光装置も搭載された。ロバート・パウンドとクレンレブ化によって1960年に重力場が時間の遅れを起こすことが示された際にもメスバウアー効果が利用された。メスバウアーはローマ教皇超科学アカデミー。 バイエルン科学、人文科学アカデミー、国際科学アカデミーなどの会員であった。2011年にバイエルン州のグルンバルトで死去。ありがとうございます。